映画ファンディング新しい未来をつかみ取れ。悩まれてる方っていうのは、まあ、あの AJA のもう根本的に、まあ、要は、まあ、生やす方法と、まあ、そのハゲリンさんみたいにこうやって植毛するのと、多分あの根本的に治したいっていうニーズの方が圧倒的に高いのかなっていう気はしてるんですけれども、その方々が、こちらに来るっていうこともありえるんですか？はい、ありえます。あの根本的に治したい方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、 AGA クリニックはやっぱり薬に頼らないといけなかったりとか、植毛すると手術になってしまうので、それに抵抗がある方っていうのは絶対にいっぱいいると思いますね。薬とかはそんな抵抗ないじゃないですか、飲むだけなんで。僕はかなり抵抗があって飲んでたんですけど、今はやめてますね。それは何か自分の体に合わないとかそういう意味ですか？僕は美慢性の脱毛というか、昔からこう少ないんですけど、それを飲むことによって良くなるかなと思ってたんですけど、あまり改善されなかったのでやめたんですけど、まあ、体調が悪くなって飲まなくなる方ももちろんいらっしゃると思いますし、薬に頼りたくない方をやっぱり対象としたお店になります。まあ、そうするとその一度薬にやってみたけれどもちょっと合わないなっていう人を取り込みたいっていうようなイメージなんですかね？そうですね。でも薬を飲んでる方も完全にやっぱり治るわけではないので、もう根本的に治したいと思う人の方が圧倒的に多いのかなって思っちゃって、そうすると需要ないのかなと思ったんですけど、そうでもないっていうことですかね？絶対にそうでもないですね。わかりました。僕がその経験者っていうか、まずあの山本君には悪いんだけど、僕言えばまず行きたくないですね。で手術したくないですよ。で、あの途中でものすごく毛が生えてくる塗り薬とかもやったことがあるんですけど、ものすごい強烈な匂いで、それ、まあ、それが嫌だったこともあって、やっぱりあの日々の習慣にやっぱりならないっていうのはありました。コンプレックスであるのは間違いなくて、ただあのさっきから再現性って言葉が出てるんだけど、これ全部自分でやれるようになったらリピーターにならないんじゃないかなっていうのはあります。思いますね。はい、だからスーパーミリオンヘアがすごいなって僕思ったんですよ。スーパーミリオンヘアを振りかけたらもう来なくなっちゃう気がするんですよ、買って。それはないですか？薄毛に対するカットをしてるので、そういうお客様は多分他の美容室に行きづらいと思うんですよね。そもそもあの薄毛が気になるんで個室の美容室を求めると思うので、そのリピーターは取り込めると思います、ね。はい、でもその人たちも今まではそういうお店がないから普通の美容室行ったわけじゃないですか。はい、だから普通の美容室には行けるわけじゃないですか。はい、全く行けないわけじゃないんで、はい、1000円カットに行ってミリオンヘア使うの一番コスパ良くないですか？はい、コスパが。っていう、今この、ね、ウィッグでやってもらったので、スーパーミリオンヘアすげえなと思ったんですよ。宣伝みたいになっちゃうんですけど、それが衝撃的で、だって今それありますけど、全然さっきのハゲてるのに見えないんですよ。はい、そうです。でこれを見ちゃうと、はい、その商品がすごいなってなっちゃうなっていうのがあって、はい、うん、技術でカバーしてるというよりも、要はその商品でカバーしてるイメージが僕は強かったんで、はい、それも買えるんですか、お店で？はい、購入できます。うん、それを使ってるネタバレしようとなんか、うん、そっちの購入に入っちゃうのかなっていう。1000円カットだったり、あの薄毛を相談できるっていう人は僕たちの美容室には多分もともといらっしゃらないと思うんですよね。でも個室の美容室でさらにマンツーマンで対応することによってしっかり相談に乗ってもらいたいという方は確実にいらっしゃると思いますね。はい、いると思います。だからそれがリピートするかの問題ってことですね。はい、来てもらって相談のしてもらって乗ってあのカットの仕方を聞いて、はい、ミリオンヘアを手に入れたら来なくなっちゃうんじゃないかっていう不安ですよね。はい、うん、あのですね、はい、僕思うに株式会社セインムー CEO 黒川拓也、最先端コスメ部分太りケアのノウハウを武器に路面店をオープン。ウェブ主流の時代に実店舗経営を進め、美的感覚とクリエイティブの知見を生かした広報ブランディング事業も展開する。女性の美しさは世界を平和にする。美を科学する魔術師は今宵志願者をいかなる魔法でときめかせるのか。これからどういう方向に進むかということが一番知りたいんですけど、はい、この今後どういう感じ その勉強をしていったりとか取り組みってしていく予定なんですか？薄毛の方に寄り添った勉強をして、まあ、お薬の勉強も、多少は必要なんですけど、店舗展開をどちらかというと考えているので、誰でもできる再現性があるあの美容室をやっていきたいなと
思ってますね。なるほど、はい、もっとブランディングを明確にした方がいいなと思っていて、それぞれ役割ってあるじゃないですか。薬とかそのミリオンヘアとかいろいろ役割あると思うんですけど、ハゲ YouTuber っていっぱいいて、自分をハゲをネタにしてる人で結構登録者数いっぱいいる人いて、そんな毛量がまずないんですよ、はい、でご存知だと思うんですけど、こんな風にならないんですね、はい、後ろから持ってきて もう頭皮の肌色の方が色が明るいからハゲて見えるんですよ、はい、やった方がいいかなと思うのは、本当にこう隠れてるように見えるセットのことをセットサロンみたいな感じ、カットとセットっていうセットが売りのサロンにした方がいいんじゃないのかなと思いました。はい、はい、参考にさせていただきます、はいはい、ありがとうございます。お話聞いてるとすごく、株式会社アドヨス代表高澤裕樹、イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開、一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つ。モットーは責任ある自由人、誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす。ニッチな、まあ、集客がすごく大変なんだなと思ってて、ズバリ増光さんが今回ここに来られた目的って何なんですか？多くの薄毛の方に響いてほしいなと思って、僕自身も薄毛でやっぱりコンプレックスを持ってるんですけど、それもこう恥ずかしいんですけど出しながら、こういういっぱいいろんな人がいるのを助けたいなっていう思いで志願させていただきました、うん。まあ、今回全体の調達額からいうと 10% ぐらいですよね、タイガーファンディングからは。なのでやっぱりこういうコンプレックスの、まあ、商品というか技術っていうのは集客するのってやっぱりすごく大変で、ホットペッパービューティーとかも言葉が使えない、ものってあるじゃないですか、はい、だからやっぱその集客を、まあ、ここでしたいのかなっていうのが目的なんじゃないのかなと思ったんですよ。でしかも今回この200万っていうのを広告宣伝費としてお願いしますっていうことじゃないですか、はい、ということはこれが放送されれば、まあ、ある一定のそのボリュームの視聴回数がつくんで、もう広告宣伝が完了しちゃうんじゃないのかなと思っちゃうんですけど、どうですか？確かにおっしゃる通りで、広告宣伝という目的でも多少は来てるんですけども、いかんせんいろいろ今までも広告費がかかってるので、どうしてもお金が支出が多いのでお金がないという部分もあるので、融資をお願いしに参ります。驚異的な商品を武器に場を沸かせる志願者、虎の心をわしづかみにしているが、いまだ決定打はない。オール・オア・ナッシングの鍵は集客方法。果たして虎たちの答えは。どれぐらいそのハゲに悩まれている方のことを知ってるのかとか、その人たちにどういうそのスペシャリティで答えることができるサロンなのかってことを教えていただきたいです。はい、はい、どういう独自性があるのかっていう、技術に関してってこと、まあ、サービス全般ですね。技術もそのカウンセリングも全部含めて、自分のサロンに来てくれたらこれだけのことができるっていう、ハゲの方は、まあ、行きたいなって思うようなポイントですねが知りたいです。はい、ありがとうございます。薄毛専門で技術を提供してまして、1対1でしっかりカウンセリングから押し上げまで、まあ、お会計まで一つの席でできるということがまず一つの強みだと思いますね。あとは情報共有するっていうわけではないんですけど、こういう方がいらっしゃって、こうやって改善したよっていう情報共有はスタッフとやってるので、しっかりとそれを積み重ねて、いいお店になってると思います。1個個室を作ってそういうサービスもやってますってお店じゃなくて、これを専門店にする理由って何かあるんですか？しっかりと薄毛に対応したスタイリストがいますよっていうことをアピールするために専門店にしてます。お店の写真見ると、はい、そういうお店にあんまり見えないんですよ。これ例えば美容室だ、普通の美容室だと思って入ってきてお客さんは断るってことですか？基本的にネットでしか集客してないので、飛び込みという方はいらっしゃらない。看板も出してないってことですか？看板も出してないですね。なんでかというとプライベートを重視しているので、できるだけ、まあ、一般の人がわからないような美容室になってます、ね、そこまでプライベート感がないと、逆に言うと薄毛のお悩みを持ってる方はもしかしたらいらっしゃらないのかもしれないですね。なるほどね。薄毛専門美容室って書いてあったら入りづらいですよね。入りづらいですよね、はい、
そうですよね、入りづらいですよね。動線がネットとか、はい、SNS でしか集客できないということですよね、はい、かなり限られちゃいますよね、そうすると集客動線が。じゃあ常に新規を取るために広告打っていかなきゃいけないみたいな形になっちゃうんですかね。もちろん新規も取っていくんですけど、すごく新規を取るっていうよりはリピーターの人を満足させるっていうのがメインになってます。何人ぐらいがお客さんとしていればうまくもう極論すれば新規が来なくても回ってきそうなんですかね。損益分岐点が170万なので、うん、割る、単価8000円で見てます、うん、なので200人ちょっと、はい、でまあ来なくなる人もいるだろうから300人とかが一応リピーターになる想定を一旦作ってしまえばそこそこ回っていくっていう感じですかね、はい、面積に対して個室な分コスパが悪いんじゃないかなっていうのもあるので、そこら辺のねなんかあれがどうなのかなとは思ってるんですが、ただまあ僕友達で薄毛の人がすごく多いんで、とりあえずなんかその人たちのために20万だけとりあえず置いておきます。はい、はい、寺田社長から20万円集まりました。はい、岩井主催がもうずっとそれ持ってるからでもそこに興味いっちゃいますよね。いや、後でこれいくらって言って、途中でもいいから今日買わしてって言おうと思って。そうですよね、はい、それが一番の競合な気がするんですよ、はい、それをお店で使っちゃうことが。 その日の夜に例えばお風呂入って、はい、頭洗えば綺麗に取れるんですか。はい、全て取れます。あ、じゃあ1日1回やればなんとなく黒い状態が保てるってことですね。そうですね。これで確かに黒くは見えるんでしょうけど、頭頂部のボリュームのなさはこれでは何ともならないので、僕やっぱりふさふさに見えたいですね。それはあります、間違いなく。まあ、それプラス技術ってことですね。そうですね、はい、なるほど。これちなみに今日放送、はい、これまあ1ヶ月後ぐらいに例えば放送されました、美容師さんが見た時に、ああこれだったらできるよっていうことはないんですか。やる気があればできると思います。ただマニュアルはないのでできないと思います、まあ、そうするとその方はできるかもしれないけど、スタッフさんまでやらせるってことは難しいのかもしれないですか。はい、そうです、うん、まあ、それぐらいすごい技術なんですね。はい、ありがとうございます。増美さん、最後のアピールをお願いします。ラストステートメントです。今日はお時間いただきありがとうございました。14年間美容師一筋でやってきまして、まあ、僕たちの授業は派手ではないんですけど、技術と接客とカウンセリングでお客様を幸せにすることができます。ご興味いただける虎の皆様、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では一旦壁側をお見せください。はい、では皆さんよろしくお願いします。ファイナルジャッジメントタイムです。それではただいまより最終決断に入ってまいります。まずは、黒川社長。はい、はい、今日はありがとうございました。僕は30万円でありがとうございます、応援させていただきます。はい、現状はまだまだ荒削りだなということを思うんですけれども、一定数のマーケットは本当にあると思います。で、もっともっと専門性を伸ばさないと難しいと思うんですが、そこは僕結構見識があるので一緒にコミュニケーションを取ったら実現できるんじゃないかなと思って、はい、応援させていただきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、では寺田社長、現在20万円積んでいただいてます。最終的にどうぞ。はい、50万円でお願いします。ありがとうございます。理由としましては、なんて言うんでしょう、集客の量っていうのがいまいち読めないなというところはあるんですけど、ただ需要としてはあるんじゃないかなと思ってまして、あとはまあ私さっき言ったようにちょっと友達で薄毛の人が多いんで、ちょっと応援させていただきたいなというところで50万円です。はい、ありがとうございます。木下先生。はい、すみません、僕は今回、ナッシングです。理由は僕投資だったら、まあ、全額行ってもいいぐらいの感じだったんですけど、まあ、融資だったっていうのがちょっと、どうしても投資判断のところで鈍ってしまいました。ただ需要はすごくある、あとは独自性もある、技術もあるってことなので、しっかりこれでいけると思いますので頑張ってください。ありがとうございます。はい、では高澤社長お願いします。はい、すいません、ナッシングです。はい、やっぱり集客がどうしてもちょっと難しいのかなっていうことが拭えませんでした。でも今回その施術を見て、粉じゃなくて増光さんの技術が高いから
この、まあ、薄毛のコンプレックスが解消されていくんだなっていうのがすごく分かったので、あとは視聴回数が伸びればいいなと思いました、はい、ありがとうございます。黒川社長から30万円、そして、寺田社長から50万円ということで80万円まで積み上がっております。はい、では最終的に、ご枠に参ります。三浦会長お願いします。はい、すいません、僕もゼロですね。はい、まあ、ちょっとリピートが取りづらいなと思うビジネスモデルだったのと、やっぱりお薬ですよね、粉とかのインパクトが強すぎたというのがあります。であと、PR していく中で今200万円っていうお金が、実際必要なのかどうかっていうことはまず結構疑問だったんです、僕の中でね。ご自分で SNS を地道にやっていけば、このニッチな産業なんで、見てもらえれば、ユーザーさんにね、認知してもらえるのかなと思うんで、地道にやってもらいたいかなとはちょっと思ってます。なんで今回はゼロにしました。すいません、ありがとうございます。増水さんの希望金額今回200万に対して80万円まで積み上がりましたけれども、残念ながら到達できませんでしたので、今回はナッシングです。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで、増水さん、なんか感想を一言どうぞ、はい、今日はお時間取っていただきありがとうございました。確かに事業計画書で、まあ、大きな数字出して200万っていう数字だったんですけど、200万円本当に必要な資金で、今後まあ、ちっちゃい三浦会長からおっしゃっていただいたちっちゃい SNS で集客して、しっかり地に足を固めて頑張っていきます。ありがとうございました。はい、僕も含めてなんですけど、本当にこういうことに悩んでる人世の中にたくさんいると思うので、そういう方々にとって一つのね、光になったと思うので、出られた価値はあったと思いますので、ナッシングでもぜひ前向いて頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、応援してます。はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。盛り上がりを見せた終盤戦を経て、物語は惜しくもナッシングで終幕。薄毛の悩みを持つ人々を救うビジネスは、虎たちの金言を胸に再スタートを切る。挑戦者の背中を見送り、タイガーファンディングは次なる志願者を待つ。